はい、どうも、リントでーす。今日は、超進化魂のテントモン&アトラカブテリモンを簡単にレビューしていこうかなと思います。はい、もう早速ね、動かしちゃってるんですけども、はい、こんな感じで、テントモン動かすことができるんですね。羽が、羽というか、羽でいいのかがね、開くんですよね。で、こんな感じ、飛ばしてる感じね、やったりもできます。で、結構合金も使われてて、目に関してでいくと、見てください、これこれ、ね、複眼がね、ちゃんとクリアパーツだったり、あとここがボールジョイントでちゃんと手元が動いて、関節もかなり動かしやすいですね。で、あそこがちょっとこう、そう、上下にね、変えられるんですよ。で、あそこも、ジョイントがあって、腕も回せるって感じで、この手も結構動かせますね。まあ、この手はちょっと大きくは動かしにくいかな。あの辺が固定位置になりますね。はい。で、足もこんな感じ。足もかなりね、伸ばすことができます。ただ、まあ、伸ばしてることってテントも少ないので、まあ、こんな感じかな。で、こうやって座らせることとかもできます。はい。で、この超進化魂すごいのが、後ろから見ても大丈夫なの。普通の他の超進化魂って、後ろから見るとちょっとあれれっていうのが多いんだよねなのでそういうところもかなりいいです。で、あそこがヒンジになっていて動かすことができます。首もちゃんと回りますね、ボールジョイントで。はい、あんな感じです。うん、かわいいね。では早速変形手順をね、確認しながらやっていきましょう。はい、頭のところの触角ですねを下に下ろして、あそこのヒンジを下ろしてあげます。すると、はい、ちょっと不気味ですけど、顔がね、お腹のところに行きます。はい、で、あの状態にしてあげて、足が、あそここんな感じね、曲がります。そして曲げてあげて、内側に入れてあげます。もう片方の足も同様です。はい、こう、なんていうんだろうな、足で触覚をこう挟む感じですね。あら、取れちゃったそう、あそこ意外とね、触ってるうちにポロッと取れます。あの、ただ刺さってるだけなのでというところですね。で、そうですね、今足の調整をちょっとしてますね。足をちゃんと調整してあげないと、うまくこう挟んであげれないんでね。そう、あそこの関節とかをうまくちゃんと曲げてあげないと、こうすごい曲がる角度の場所があるんでね。で、曲げてあげて挟んであげる、こんな感じ。はい、で、あとは手を沿わせるような感じでこうグーッとしてあげる感じです。はい、そして、この状態で、このテントモンの背中のこの羽の部分を、そう、あそこのヒンジを使ってパカッと開きます。そしてそのままくるっと一回転させることができます。はい、こんな感じで、あそこにはロックがあってカチッとロックされます。そしてその状態で下ろすんですけども、テントモンのこのね、テントウムシの柄の部分を反転させてオセロしてあげます。ここがね、ちょっとロックがなくって緩いんだよね。そこがちょっと遊んでての難点、難点ってほど難点ではないかな。で、その状態で、テントモンの顔を隠してあげます。顔とか腕とか。はい、そうね、こう動かしてるとね、ちょこちょこまっすぐではないんだよね、まあ、そこはちゃんと。で、ちょっと今不気味な状態になってるんですけど、これをお手手とかを出してあげて、で、あそこ、あれを反転させると、アトラーカブテリモンの腕になります。あの状態だとね、テントモンの腕の状態の、模様がついてるからね。で、足ですね。足を下に下ろして、で、くるっと回転させてあげます。そう、足のね、ここのヒンジじゃない、ここのジョイントね、を回してあげる感じですね。で、あとは、ここ、これですね。はい、これを、ポッと出して爪も広げてあげます。反対の足も同様です。そ
と反対の足のところは、私が被ってますけどね。はい。って感じですね。で、あそこもくるっと出してあげて、そう、ここね、ここの部分出してあげます。これ。はい。うまく出せてないね、リアルリートさん。はーい。あとはここにある頭をさっきと同様ですね、テトモの顔の時もこんな感じだったんですけど、ここの、ヒンジを使って、まあ、さっきのテトモはこう上から下に下ろしたけど下から上に戻すみたいな感じかな。あとはそう、ここのところにも角パーツというかね、 あるので、そこをそうするとカブトムシのね上の部分みたいなのが出てきます。はい、これでアトラカブテリモンの完成です。すごいよね。あの手順としてはね少ないんだけど、あとは今微調整してますね。手順としてはすごい少ないんだけど、後ろからも見れるしプロポーションもバッチリなんだよね。そこがねやっぱりテントモン好きな私としてはすっごい嬉しいです。そう、懐かしいんだよね。デジモン世代なので、うん、無印のデジモンをねずっと見てた世代なので、あのやっぱりね、でしかもねテントモンが大好きだったのかな。コウシロウと絡んでる時、コウシロウがねどっちかっていうとちょっと誰にでも敬語で、ちょっとみんなと一線置くじゃないけどちょっと距離があるキャラクターなんだけど、そこがねテントモンのおかげで、テントモン関西弁のねコウシロウはーんっていうキャラクターなんだけど、それでちょっと距離を縮めていく感じがね可愛い。はい、でこんな感じでジョイントがねあります。あら倒れちゃった。はい、スタンドね、ジョイントスタンドがあるのでつけて立たせると安定して飾ることができます。ちょっとね足のところのボールジョイントがちょっと緩いんでね、ここダイキャスト使われてるんだけど、でもちょっとここの部分が緩いからやっぱりねスタンド飾るときはスタンドあった方がいいな。長時間だとへたってきちゃう感じですね。はい、あとは細かい腕の調整をしてアトラーカブテリモンの完成って感じになりますね。はい、出てきましたデジバイス。テントモン進化。アトラーカブテリモン。はい、ということでアトラーカブテリモンの完成でーす。いいね。はい、ちょっと後ろから見てみましょう。ちょっとやっぱり反転の部分がねちょっとずれるんだけど、でも後ろからも見れる超進化魂っていうのはすごい。今まで出てた中でもあれだった。あ、そうだ、これたまに置いといたらねなるんだ。それだそれだ。そう、こんな感じの声ね。桜井さんのね、声優さんは。大きいところでいくと、おそ松さんのおそ松とか、あとはジョジョの奇妙な冒険でいくと、岸ベロハン。あとは、みんな知ってる、絶対知ってるかもしれ、と思うのは、FF7 のクラウドか。うん。そう。その人が当ててます。いや結構動くんだよね。そう、口とかも動くし、そうそうそう。ね、で、お腹の部分がね、合金使われてるんでね、これね。あと、ここ、ここと、そうそうそう、ここも。ここがね、合金。丸合金で結構ずっしり重い。いや、かっこいいね。そう、こう、こっから電気をビビビーって出して、なんだっけ、ホーンバスターだったかな。結構でかいんだよね。あのエンジェウーモンとかを抱きかかえれる大きさ。でかいね。はい、こんな感じでアトラーカブテリモンの完成でーす。じゃあ次は戻してきますか。戻す手順はさっきとほぼほぼ逆でやっていただければ大丈夫。ちょっとこの辺はちょっと見てみましょうか。ちょっと思い出話とかもしながらね。でね、ほんとね、デジモン世代でデジモンカードもやってたし、プレイステーションのデジモンワールド、
ていうやつがあって、こう街を作っていく、作っていくとか復旧させていくんだよねっていうゲームとか、あとは私はやってなかったんだけど、友達がデジモンテイマーだかっていうワンダースワン、今の人たち多分ワンダースワンって聞いても知らないね。ワンダースワンのゲームとかやってましたね。まあ、友達に借りてたけどね、ワンダースワンは。あとはデジバイス、あ、まあ、この今この辺に私に隠れて見えてないけど、このデジバイスは、デラックス版って言ってこうプレミアム版代限定で販売されたやつなんだけど、これね、なんだけどこれのゲーム版があるんだよね。とかあとはまあ本当初代のデジタルワールドっていうたまごっちみたい四角いゲームとか、あとはデジモンペンデュラムとかやってましたね。あとデジモンのカードダスもあって、それもやってました。懐かしいね。みんな初代のデジモン知ってる？最近ねデジモントライが映画化して、全6かな、全部で6、第6章まであって、なんか次もアニメ映画なのかな、やるらしいよねデジモンが。二十何歳になった太一とヤマトが出てきてるんだよね。でデジモン02でね、最後子供たちが出てくるんだよ。選ばれし子供たちの子供たちが出てくるんだよね。太一とかが結婚してて子供生まれてて、その太一の子供とかがいるんだよ。まあ、誰と結婚したとかは特にその映像中では描かれてないんだけど、そういうのももしかしたら回収していくのかな。でその次のデジモンの映画とかで結婚するのかな。そこまで多分行きそうな気がしてる。でまあどうなるかちょっと期待しつつ、とりあえずねデジモントライはみんな見てもらえたら、というかデジモンの無印と2と、トライは全部見てほしいな。ほんとねトライ泣けるから、デジモントライ、デジモンアドベンチャー見た、全部見た後に見たら泣ける、最高。テッドも可愛いよねやっぱり。ちょっともっとちっちゃいけどね。で、このテントも私のパソコンのデスクの横脇の方に置いてます。こんな感じです。いや、かわいいね。最高でした。はい、ということで、はい、私が別撮りで撮ったやつをちょっと見ながらお話しさせていただいたんですけれども、本日は、超進化魂のテントモンとアトラーカプテリモンのご紹介でした。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あとツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。